どうも、高木義成です。今日はスペシャルゲストをお呼びしております。どうぞ。福西崇史さんです。どうも、福西崇史です。福チャンネルの福西さんです。はい、福チャンネルやっております。今日はありがとうございます、ね、いえ、こちらこそ、はい、あれです。今日はこちらの、チャンネルに来ていただいて、何をやるかと。はい、まあ、僕は福さんと現役一緒にさっきやってるじゃないですか。やった。僕は福西さんはすごい選手、もちろんただ絶対負けないとこキーパー。いや、それ当たり前でしょうが、はい、プロでしょうが、はい、だけど、ね、だけど、福さんだったらキーパーもできんじゃないかっていうコンセプトのもと、まず今日は正面キャッチをやってもらいます。いやいや、できるし。いや、俺そこそこできるし大丈夫。いや、もう一回日の丸つけてるって言ったっても、全然できない人じゃないから、あの、映像的に大丈夫。いや、まあ、まあ、やりますから、はい、あとは、まあ、ボランチとしてボールを取ったりボールを蹴ったりはサッカーの動きの中でやってきました。国さん、やってきました。ただパントキックはやってない。パントキックは確かにやってない、はい、遊びでやるけどね。ボレーとかやっぱうまいですけど、パントキックはやってないはずなんで、そこ正面キャッチとパントキックを今日はなるほどやりたいと思ってます、はい、皆さんと一緒に勉強しようか。はい、ぜひ今日は福さんが上手くなる動画です。だって俺がキーパーグローブを持ってること自体がもう違和感でしかないんだけど僕のあの今日あれですもんね、持ち物持参の中に GK グローブと書いてあるキーパーグローブ、はい、ありがとうございます。いえいえいえ、はい、今日はちょっとそんな感じでやっていきますので、はい、高木式を味わっていただきます。はい、はい、よろしくお願いします。うまくなります。では福西さん、はい、早速やっていきます、はい、お先生お願いします、はい、いや、もう僕最初何も言わないんで OKOKOK、はい、構えてもらいたいんですけど、もうちょっとこっちですね。やっぱちょっと、あ、はい、左右ね。そうそうそう、まあ、左右の真ん中どうかっていうことね。はい、OK、はいはい、もうなんか、はい、この福西さんがこうやって構えてるのでちょっと笑ってしまう自分がいるこんなん絶対ないもんな。いきますよ。あいいですね、はいはい、最初手でやっていきますね。ストップ。ここからじゃ入ってきますよ。おいいですか。はいはいはい、まず、はい、肩幅に立ってください、うん、これちょっと開きます、ね、こうか、はいはい、でまあちょっとボールをもらいますね、はい、まず基本姿勢がきます。じゃあ気をつけてください、肩幅で。で膝を曲げるんですけど、はい、どこが一番いいかなって感じでちょっと曲げてみてください。これですよね。これ福さん自分で構えた時に、うんうん、自分のつま先って見えてます？見えてない。あ、下、もう下向いちゃっていいですか？あ、見えてる。見えてます、うんうん、そしたら、つま先が見える、膝の角度がまず一番いい。ああ、はい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 、こうなったり、はい、こうなったりしないように。そう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 、つま先、つま先だけ、はい、だこれね、はい、福西さんね、やっぱ元々のセンスがあるんだろうね。ちゃんとここまで構えられちゃうんですよ。あ、大丈夫？この番組。いや、まあ、大丈夫？舐めてます。で、手の位置なんですけど、こうやってやってると下にいきなり来たら取れないわけです。うん、確かにそう。なので、うん、僕が最近教えてるのは、ポケットありますよね。ポケットある。ポケットをちょっと託し上げる、はい、で、その託し上げて離してください、はい、ここら辺に構えるんですよ。あ、こうでもこうでもって。そうです、はいはいはい、こうか。あ、そんで、ここちょっと今こう曲がっちゃってるんですけど、ここ一直線するんですよ。こうこう、いえ、こういう。あ、こうか、はい、前に倒す。で、よくあるのが、福さんも多分見たことあると思うんですけど、ここ構えるやつ。ああ、いる。こうね。こうすると上が届かないです。ああ、はいはい、なので、うん、こう今お尻突き出したのがこう10だとしたら、うん、10割として1割ぐらいにこう出すから。ああ、こう、はい、でこれあと一番大事なところ体重の乗せ方なんですけど。ああ、はいはい、今これどこに乗ってます？体重今は全体乗ってます、うん、とこれ福さんいいなと思ったのがちゃんとベタ足なんですよね。ああ、ベタ足なんですけど、うん、ここ母子球ってある。あ、母子球、母子球、はいはい、母子球とこの小指の付け根、はいはいはい、が8割です。あ、力。なるほど。でもちゃんとかかとの真ん中、はい、もう2割にかける。あ、なるほど。こうもこうなりすぎないし、こうなりすぎない。で、それができてくると自然にこの構えになる。ああ、意識してなかった。そうです。で、まずそれで構えてもう一回キャッチングしてください。ああ、意識してなかった。はい、こういうことが。もう構えがもう全然違う、はあ、キーパー福西になってる、はあ、なんか俺もねキーパーになった気がする、はあ、俺止めれそうやもん、止めれそうやもん本当に上手くなってる、はあ、いきます、はい、あ、反応しやすい、はい、
あーなるほどね。いやもう本当にもうまさに。あそうか。でこれで次手の出し方なんですけど、うんうんうん、手はキャッチングの仕方なんですけど、うん、で普通に取ってみてください。これをもうちょっと肘を締めすぎず、あで手の形的にはこう取ります。こうじゃないんです。あこうじゃないね、はい、あこうかちょっと上から、上から押さえるんです、うん、少し、こう、はい、ほいほいほい。そうすると速いボールが来た時に、うん、ちょっと手返してみてください。これだと前にこぼれるんですよね。あーはーはーはー。でもこれだと下に落ちる。あ下に落ちる。で、まあ、もしなっても下に落ちてもすぐ取れる。あなるほど。なのでキャッチはこの形です。あ上から押さえるような取り方、上から押さえるようにやって、福さんの場合はまあちょっと肘が、うん、突っ張っちゃうので、しっかりとこう取る。あこうこうなるほど、ね、ここから、ここからこうこう持つ。で今は手首返っちゃってるじゃないですか、うんうん、じゃなくてこれで自然に持ってこれるんです。あそういう動きなんですよ。さっきまでだとこう受けてる、こう受けてる、受けちゃいますよね、はいはいはい、でそうするとボール、あーそうかそうか、こうそうかそうか、肘もこうなっちゃうし、そう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 、あ確かにこう取るんです。あーあーなるほど、はい、さすが、はい、それやべやべやべ勉強になってる勉強になってる。こんなのないですからね僕が福西さんにサッカーを教えてるなんて。おーもう現役の時は常に僕は勉強する側だったんで。なるほど、いきますよ。あ構え大丈夫ですか。構えこうやね。あーいい、はいはいはい、こうそうそう、おーそうそうそう、あーなるほど。でこの時もこう手をこうすると、こうするとここにあると、うん、すぐ出るんですよ、うんうん、でもこういう風にやったりとかこういう風にとかやってると、うん、ボール取るときにもう一回こういっちゃうんですよね。ああああ、なのでこの動きがスムーズになることが安定したキャッチングにつながる。なるほど。だからもう僕なんかはもうキャッチの形で手も置いとくんですよ。ああなるほどね。で来たらこれ、来たらこれ、これ、これもうちょっと上から、こういうことか、このまん、このまんまこうする。これなんかボーンってぶつかる、こう突き指しそうな感じがするんですけど、先生。突き指は、こういったらしますけど、少しこれ返しますね。だから、そうか。そうです。そのイメージを持っとけばいいんですね。なるほどね。お尻とかを出しすぎちゃうと、突き指、ここが動か、もう動かなくなってきちゃうんで。ああ、しっかり、さっきの角度、膝から始まる角度で構える。なるほどね。OK。うまくなってる、うん、確かに早くいけるいける。でこれやってくると、うん、あ今ちょっとエラー起きてるんですけど、確かに開いていっちゃう、開いてきちゃう、開いていっちゃう、俺は自分で気づいた、あやべえって。そうでそれがなんで開いてきちゃうかというと、足の裏の体重比率が外にかかってきちゃう。ああでちょっとずつちょっとずつの方が安定すると思ってるから、安定すると思うけど、はい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 、一番最初の肩幅のとこで 8-2 で置いとくのが一番いいんです。なるほど。なるほど。そうですそうですそうです。ああ確かにね、早い早い早い。おお。でも今のとかだとこうなってるね。なるべくポイントは。こうか。こう。ポイントはやっぱキャッチっていうのはここで取るんじゃなくて、目でボールを見るじゃないですか。うんうん、目の前、顔の前でしっかり来るように。ちょっとずれたときにこうなっちゃったりするわけ。そうそうそう。それも見てなくて、ただこう取るだけ。あ、取るのを意識するだけで見るっていう。ここでしっかり見とけばこういける。あ、そうそうか。そこからはまあステップが入るんですけど、今日は基本姿勢をがいかに大事か。これさ、はいはい、動画見自分で見たときに、本当キーパーっぽくなってますからね。あ、そう、はい。ちょっと楽しみに見よう。はい、じゃちょっと最後やってみますか。はいはいはい。構えいいですか。はいはい。ちょっと強くなってないボールキックのちょっと今のいつもの癖そうそうそう、やっぱちょっと手首やっぱ返しちゃうね。そうです、癖なのか。あ、ちょっと失敗した。そうか。そうです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 。あー、なんか本当やりやすい、やりやすい、上手くなってる。確かに確かにやりやすい。これ勉強になるわ。これ上手くなりますでしょ。これ上手くなるわ。
キーパーのイメージがなんかボールを取らなきゃいけないっていうから受けなきゃいけないっていうイメージがこうあったわけですよ。だからもう開いて安定させてこう手をで受けるっていうイメージがあるから、やっぱ最初にこういう風になっちゃうんですよね。だけどこう、まあ、高木先生吉田に教えてもらった時にやっぱここから自然に次に動けるっていうことを意識したらやっぱりより速くなる。やっぱその基本の姿勢大事なのっていうのはキックもそうだけど、あ、なるほどなっていうのに気づかせてもらって、もう分かると思いますけど僕上手くなってますいや本当にキーパーの全ての動きの始まりは本当もうこの構えがニュートラルに入ってる状態で、これこうなると前には強いけど、うん、後ろ弱いですよね。だから前後左右斜め全部ニュートラル動ける位置っていうのをしっかり作る。そうするとそれだけで失点が減るんです。確かに動きやすいもんね、はい、ちょっとずれたところとかやっぱり動かさなきゃいけない、ね、そうですそうです。そうしたらやっぱりこれだと動けないし、はい、自然なねこのニュートラルは大事だなっていうのはまあつくづくと思うっていうか、まあまああれですよ、あの福西さんはいつも僕が一緒にやってた時とかボランチいる時の基本姿勢と一緒です。もう福さんはもうこういう動きとか全部できるわけです。 あれはちゃんと自分 のボランチとしてのサッカー選手としてのポジション、うん、基本姿勢がニュートラル入ってるから、うん、で僕は今日はキーパーの基本姿勢を教えさせていただきました、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございました、はい、次はパントですけど、パントキックの方が自分ではできないと思ってきてそうですかじゃあちょっとパントキックを、少しできるようになってね。なんかいつも蹴ったらキーパーのね、吉田のところで練習とかするじゃん、はい、すげえ綺麗じゃん俺もやろうってやると、はい、クル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 ってなったり、ね、はい、いきなりガーンって蹴ったらドーンってこう下に落ちて、はい、終わったりとか。なんで教えてくれるんでしょ。いや教えます今日は、はい、じゃあやっぱりそのなんていうんですか、クチャンネルでもパントキックやってみたができるまで。ああ、はい、で逆にあの僕はゲストでまた呼んでいただく、はい、ぜひよろしくお願いします。いやでもこれ上手くなっちゃうから、まあ、必要ないね。いやでもキックの道もあれですから、あ、いっぱいあるし、はい、オッケーオッケー、ありますから、これはまあね、ゴールキーパーメソッドなんで、キーパーの人が上手くなってもらえれば、そうですそうです、僕みたいなんでもバントキックを蹴れる、はい、やりましょう、はい、お願いします。行くでー、フォワードへ。どうよ